2024、6月18日ってな、あ、え、マリオだな、ルイージ、マリオ&ルイージ RPG だ。この絵柄は、絵面は、マジか。もともと開発してた会社が倒産しちゃってさ、もう新作ないと思ってたけど、開発会社変わったんかな。マリオ&ルイージ RPG、 え、どれ、え、1のリメイク、え、5、それとも、いや、これ完全新作くさいな。5か、全然多分見覚えのない街だと思う。コネッタ、なんか見た目可愛いな。そう、そのまさか大砲でぶっ飛ぶんだ。すごいな、最近マリオの RPG が復活してる。ボルトルーと新しくやれちまえ。いや、これだよ、やっぱマリオ&ルイージ RPG といえばグラゴンぶっ壊す。ちょっとあれを連想して、一瞬あれを連想しちゃった。あー、これこれ、ブラザーアクションちゃんとある。はい、完全新作かな。ちゃんとピーチいるわ。あ、言ったけど、オイラ豚じゃねえか。豚じゃねえの。お、ちゃんとクッパもいる。当たり前だけど。あー、これ多分完全新作だね。確実に身に覚えねえもん、俺が。でも5って表記は、お、ブラザーシップ、11月7日。